ハラマルティの頃から、寛永6年9月7日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけてのキリシタン。イエズス会員で、カトリック司祭。マルチノ、または、マルチノとも。天正剣王少年施設の福祉で、施設の少年4人の中では最年少であったが、語学にたけ、ローマからの帰都の語話で、ラテン語の演説を行い有名になる。 ローマに残された資料によると、非全国出身と言われ、大村寮の名士、原中司の子。両親ともに、キリスト教徒であり、司祭を志して、アリマのセミナリオに入った。巡殺士として、日本を訪れたアレッサンドロ・バリニャーノは、キリシタン大名、大村・ソミタダと知り合い、財政難に陥っていた、日本の布教事業を立て直しと、時代を担う、 法人司祭育成のため、キリシタン大名の名城となる施設をローマに派遣しようと考えた。そこで、セミナリオで学んでいたマルティノを含む4人の少年たちに白羽の矢が当てられ、マルティノは副祉となった。1590年、日本に戻ってきたマルティノらは、翌年、受落大で、豊臣秀吉と越見した。秀吉は彼らを気に入り、 主観を進めたが、皆それを断った。その後、被災になる勉強を続けるべく、天草にあった修練院に入り、コレジオに進んで勉学を続けた。1593年7月25日、他の3人と共に、イエズス会に入会した。1601年には、進学の高等過程を学ぶため、マカオのコレジオに移った。1608年、伊藤満書。 原マルティの中浦ジュリアンは揃って司祭に除外された。マルティノは、当時の司祭の必須教養であったラテン語に優れ、語学の才能があった。彼は宣教活動の傍ら、洋書の翻訳と出版活動にも携わり、新人書、イミタをクリスティの日本語訳、コンテンツ・スムン字などを出版している。障害術に優れ、小西幸長や加藤清正とも折衝にあたり、 当時の日本人司祭の中では最も知られた存在であった。1614年、江戸幕府によるキリシタン追放令を受けて11月7日マカオに向かって出発。マカオでも日本語書籍の印刷、出版を行い、マンシュコニシア・ペトロ・キベラがローマを目指した際には援助した。1629年10月23日に死去。意外はマカオの大聖堂の地下に、 生涯の死、アレッサンドロ・バリニャーノと共に葬られた。ありがとうございます。